こんにちは、クーミと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日は簡単な自己紹介動画、プロス PS のことも含めた自己紹介の動画を撮っていこうと思います。その前にチャンネル登録者1000名ありがとうございます。ちょっと自分でもかなりびっくりしているんですけれども、ちょっと一つの区切りになるんでしょうか。これも日頃から見てくださっている皆様のおかげ、そしてあのデニーさんのおかげでもあるのかなと思っております。なんでデニーさんのおかげなのかなって思われた方は、ぜひ私が OB 第1弾を30連した動画、ぜひ見てみてください。リンク貼っておきますね。はい、ということで、最近チャンネル登録してくださった方もいらっしゃると思いますので、簡単な自己紹介していこうと思います。名前はクーミと申します。性別は女です。普段プロス PS の動画を中心に YouTube に動画投稿しております。動画の投稿は今年の2018年の6月18日から毎日、休まず今んとこできてますね、毎日動画投稿してます。4ヶ月半くらいです。動画投稿歴が4ヶ月半くらい。プロス PS は始めてからどのくらいかっていうと、もう少しで2年ですね。はい、今713日なので、もう少しで2年っていうところです。普段オーダーは12球団で組んでます。リーグオーダーを12球団で組んでおります。でキャプテンですね。キャプテンのお話したことあったかちょっと忘れちゃったんですけれども、普段藤田選手を、ちょっと結構前の藤田さんなんですけれども、限界突破4回してますね。藤田さんをキャプテンにしてます。これの理由についてなんですが、今楽天にいらっしゃる藤田選手なんですけれども、私が一番最初にレプリカユニフォームを買った選手っていうのがこの藤田選手だったりします。はい、当時は楽天ではなくてまだベイスターズにいた頃、 DeNA になる前の TBS 時代のベイスターズにいた背番号23の藤田選手大好きだったので、ユニフォームを購入して、今でもね家にあります。はい、それでね、いまだに藤田選手好きで応援してるのでキャプテンにしています。で、今ちょっとちらっとお話しした通り、ベイスターズファンです。はい、10年以上ですね、ベイスターズのファンやってます。プロ野球を見始めたのがセパ交流戦が日本で始まった頃からなので、もう十数年になるかなっていう感じです。はい、ベイスターズのファンではあるんですけれども、どの球団にも好きな選手はいますので、気軽にねプロ野球の話とかコメントしていただけたら嬉しいです。プロ野球がねすごく大好きです。はい、YouTube 以外の活動についてはツイキャスの方で生放送をやってます。これは2年以上やっているんですが、基本ツイキャスの生放送でも、野球の話かプロスピの話しかしてないですね。興味あったらツイッターフォローしてくださったり、ツイキャスとか見てくださったら嬉しいです。はい、見ていただけたら嬉しいです。YouTube ライブもね、ちょっと前何回かやったことあるんですけれども、YouTube ライブについても今後またやりたいなって思っております。で、私今これノートパソコンで動画撮ったり編集したりしているんですが、ちょっとね今パソコンの買い替えを検討中でございます。あんまりもう本当に最近パソコンの調子が悪くて、ちょっと生放送やったら多分パソコンぶっ壊れるんじゃないかってぐらい今調子悪いので、もうちょっとあの YouTube ライブの方は待っていただければと思います。はい、合わせてあと今生放送用のサムネイル、動画の表紙みたいなやつですね、あれも募集してます。全然絵が上手じゃなくてない方でも全然 OK な、どんなのでも OK なので、よかったらそちらの募集動画も見ていただければと思います。自己紹介ってこのぐらいですかね。あとなんだろう、ペット飼ってます。デグーマウスっていう、デブじゃないですよ、デグーマウスっていう種類の小動物、すごく賢くて、ゴールデンハムスターぐらいの大きさなんですけど、その子を飼ってて、名前がヤマトくんって言います。これは、前田ヤマト選手が好きだからですね。ヤマトさんは阪神にいた頃から大好きで、実は私阪神のヤマトさんのユニフォームも持ってます。ベイスターズ来てからもね本当に応援してるので、来年もぜひ頑張ってほしいななんて思っています。ちょっとあんまり喋ること考えてなかったので、自己紹介こんなくらいにしようかな。なんかもし聞きたいことあったら適当にコメントをいただければと、気軽にですね、適当にとか言っちゃダメですね、気軽にコメントいただければと思います。ということで、チャンネル登録1000人ありがとうございました。今後とも頑張ろうと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、自己紹介とご挨拶こんな感じにさせていただこうと思います。よかったらチャンネル登録していただけたら嬉しいです。
ということで今回はこの辺でおしまいにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺でバイバイ。